その後、私は英会に戻った。白竜の情報を得るために、時々山海に戻る日々が続いた。いくつかの龍脈を発見したが、嘘の情報も多く、白竜に結びつくものはなかった。龍脈を追い続ければ、いつか彼女にたどり着ける。私は、そう信じていた。こうして、山海との行き来を続け、時は、ゆっくりと過ぎていった。8540年、山海を離れて4年、私は、第17代当主になった。8541年、飛び家は山海と貿易協約を結び、龍脈8542年、山海の小惑星帯で第二次龍脈大戦が勃発した。8551年、龍脈協会が解散。これ以降、ラッセル先生の消息は途絶えた。8553年、飛び家は、英会六大一家の仲間入りをし、官位二階貴族に昇格した。8560年、白い騎馬は、小惑星帯のゲリラに戻り、大戦終結後の消息は不明。8563年、ラミアが山海を離れた。恋人と別れたそうだ。このことは直接聞いてはいない。そして、ついに白竜の知らせを耳にした。時はすでに8601年まで進んでいた。山海の時間換算法で書くなら、エイラと別れてから66年後である。当主、失礼いたします。先ほどラミア様が。最後まで付き合えなくてごめん。とのことづてを預かっております。わかっておる。申し訳ございません。出発前の大事な時に、このようなお知らせを。もう下がってよい。ラミア、あん、一緒のお墓にしてあげるから。道具はすべて揃った。白竜へ向かうぞ。
いに来たよ、エイダ。ラミアが今日言ったよ。ちゃんと面倒を見たから安心して。僕は当主になった。一族の栄誉を取り戻して、今日まで皆を幸せにしてきた。でも、僕が何をしたって、君に会うことだけは叶わなかった。違う。この…違う。違う。エイダ。お師匠は見つかったか？聞こえてるかい？エイダなんだろう？まだ見せてもらってないんだ。君の故郷。夢の中の声、人の歌声みたい。わかったわかった、もう眠りなさい。この声に歌で答えたいのに、いつも歌おうとすると6つの光が私を見つめるの。そしても向こうの歌声は止まらない。私を呼んでる声、自分の魂を除いてお前に呼びかける者はいない。ぼんやりとした歌声でね、温かいけどどこか悲しげで。早く寝なさい。声に合わせてみようと思って、声の主を慰めてあげたいんだ。でもどうやっても声は出ない。それでいつも思うの、もしお師匠と同じくらい歌えたらきっとあの歌声も悲しくなくなるんじゃないかなって思うの。私はただの兵器だ。私のようになりたいなどと。お師匠は偉大な巫女でしょ。巫女に偉大なものはいない。谷間の花はもう満開だ。でもお前は成長しないな。一体誰に何を学んできたのだか。いつかお師匠に追いつく。自分らしく生きろ。さあ、お開きだ。夜は外に出るなよ。梱包家は夜間微量の力を排出し続ける。すぐに幻覚に包まれるぞ。
皮面がクッションになった。でも祭壇は不時着のせいでぐちゃぐちゃね。これは立水の池。早くここから離れないと。まだ倒れちゃったね。ポッション、ここにいるの。やっと追いついたよ。これでよかったんだよね、ポッション。これは高連の船。通りにしたよ。やっと自分を見つけた。誰にも流されない、自分だけのために。これこそが星翔の言ってた私の旅は、これでやっと幕を閉じる。リバ君、ラミア、どうか、あなたたちを捨てたことを。リキの思念、慰めてくれてるの。よく理解できないけど、すごく悲しい声ね。最後にもう一度歌声を聞かせて。
これってじゃあ僕が奏でてるとき脈動を感知したりできる？うん、集中すればできる。力には過去から現在に至るまでの思念が含まれているから、彼を思う気持ちがあるなら龍脈を探し続けるべきね。そうすればいつか会える。功労は退役後にお師匠の手で現在の姿に改造されたの。龍脈の草花で商売しようって、毎日毎日たくさんの草花に囲まれた生活。へえ。お師匠のお家は花だらけでね、そこら中に咲いていたんだよ。見てみたいと思わない？だから見てみたい。僕はとてもエイダが言うなら君だから。いつの日か功労が三階を離れる時が来たら、私の故郷に、うん、必ず故郷に来てもらうわ。私が大好きなところ。今帰ってきたよ、エイダ。見える？あなたの故郷とは違うでしょ。一年を通して四季があって、いつも花が咲き乱れているの。